活躍選手の一人、今日はコーダのヒーロー、まずはダのヒーローです。トップバッター3月の活躍、スワロッツマリーンズ藤原恭大選手です。まずですね、選手チームこれで3連勝になりましたが、今日のゲーム振り返ってどうでしたか？そうです、まあ先生先生、中押しダメ押しと、いい感じで点を取れたので良かったなと思います。今日は井端監督から1番バッター託されましたが、どんな思いでゲームに入っていきましたか？初戦始まって、この2試合、出場がなかったんですけど、まあ、しっかり準備してきたので、やってやるぞという気持ちで臨みました。走り回ったと思うんですが、3安打の活躍、自分のバッティング振り返っていかがですか？まあ、いいバッティングはつかなかったんですけども、なんとか結果になって、まあ、よかったなと思います。藤原選手にとってはトップチーム、まあ、デビュー戦になりましたけれども、この代表というのは同世代も多くいます。どうですか、刺激ありますか？そうですね、まあ、練習から、意識しながらやってきているので、まあ、試合で見ていても非常にやっぱりみんないい選手だなと思いながらやってます。改めてこのジャパンのユニフォームを着て東京ドームでプレーして、どんな思いで日々プレーしてますか？このジャパンの一員としてどんな目標を持ってプレーされてますか？やっぱり世界一、そこを目標にして、まあ、まだまだ力不足ですけど、日々練習してもっと、貢献できるように頑張っていきたいなと思います。それでは最後に、いよいよ明日決勝戦です。明日に向けて意気込みお願いします。まあ、少しでも、チームに貢献できるように、自分のできることを考えて、明日も勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。